て GP500cc クラスですが、このクラスはですね、最終戦ワンワンカップであっと驚く逆転劇、ランキング4位のピーター・ゴダード選手が一挙にチャンピオンになってしまいました。まあ、そういった関係でしょうか、本人チャンピオンになると思わなかったんでしょうか、翌日ですね、早くもオーストラリアの方に帰ってしまいまして、従いましてこのクラスは私と若山さん2人きりでお届けしようと思いますが、まあ、若山さん、はい、今シーズンこの 500cc はまず台数が増えたこと、ね、これが話題の一つですよね、YZR 勢が8台になりましたからね、そしてタイラー選手が参戦してきた、はい、そして、まあ、ニューカマーとして、岩橋選手ですか、はい、ピーター・ゴダード選手、こういったところも来ています、はい、それに伴いましてバトルの方も激しさを増したような感じでしたね、優勝者も多く出ましたからね、はい、まあ、そういった非常に面白い今シーズンでした、その 500cc クラス、まず前半戦ダイジェストで振り返ってまいりましょう。ご覧ください。さあ、これが開幕戦です。筑波で行われました雨の筑波、伊藤選手が早くもコースレコードでポールポジションからのスタートでした。13台すべてがワークスマシンということで、例年なくブランドの13台に非常に豪華でした。ニューカマーが岩橋、本間、新田、ピーター・ゴダード、そして平選手が増えました。今前に来ました本間ですね、初レースなんですけどもね、なかなか頑張ってますよね、今やはり藤原の500での経験の長さですね。しかし、これやはりなんかこうサミヤンジというような感じなんでしょうね。伊藤が大石を捉えようと捉えました。大石選手も大石を捉えました。なかなか雨の時じゃないなんですかね。そうですね、藤原、まあ、この第一戦も練習ですけどもね、予選まではただね、あまり厳しい指示がなくてね、やはり彼もちょっと雨に救われたかなという印象があったんですね。実はなんか奥のテストでね、右手怪我してたんですよね。なんかうまく前に出れたんでね、そのままエーサー広げようと思って頑張ったんですけどね、まあ、久々の優勝なんでね、すっごい嬉しいですよ僕。という幸先のいいスタートを切った藤原選手、続いてこの鈴鹿大会、まあ、伊藤選手と岩橋選手がコール争いをしたんですが、伊藤選手の速さを、ね、発揮してましたよね。そうですね、に入りました、はい、宮城、そして伊藤、伊藤がフロントから入りました。ここで川下、伊藤選手ね、次の入り口、伊藤がかわしてトップに踊りました。しかしこの後にね、あっと驚く先頭が待っています。ちょっとですね、じっくり見てみましょうか。藤本が前に行きましたか。藤本が行きましたね、先頭。じゃあ先頭、伊藤が先頭敗退の、前回はこういう体勢から、もう痛いですよ、これでしたね。まあ、このレースでは平選手がトラブルリタイヤと、はい、いうことになりました、そして前回は岩橋、藤原、ピーター、ゴダード、この3人のバトル、ニューカマーの岩橋が、はい、第3位です。さあどうでしょう、藤原が入れ替わりました、はい、藤原が前に出ています。本当にしのぎを蹴ったという、どうやら岩橋狙うチャンスを伺っているような感じじゃないですか。出るかもしれない。出ましたね、その方で出ました、1点かわしました、はい、さあ、とりあえずこの距離になりました。藤原がまずそして勝負はもうシェインですね、最後のね、この後です。この距離で、さあ、ケンシロウが続いていきました。さあ、並びかける、さあ、かぶせることができるか。新しく F1 からこのクラスに変更してきました、この岩橋がここでトップに立つんです。岩橋が最後の1位に入るという順で、今から今シーズンの500はちょっと違うぞという試合になりましたね。岩橋も入荷マンですからね、1番から結構速いペースでレースが進むと思うんで、周回数も20周って短いですからね、前半から割と飛ばしながら頑張っていきたいと思います。この3戦は平選手がポールポジション、はい、ました。第1戦2戦がね、まだこうテストのための参加という印象もあったんですけどもね、この3戦に関してはね、彼の意気込みを感じましたね。練習走行からやはりマシンセッティングだけではなく積極的に仕込んでましたからね。と並びかけた岩橋、どうだ、前に行こうという平選手、完全にこれ抑えられました。平選手とね、選手がここで
そんな話を一緒に行きましたね。馬の背のコーナーを軽く接触しましたね。この先第1波インを作る、ぐっと上がっていくんですよね。やっぱりすごいなと、もうこれ平らしいとパスね。ロントあえて勝負するが、これは抑えられました。平ら完全に伊藤選手が乗ってきました。伊藤選手と、ここが完全に平ら選手のね、得意のパッシングポイントですからね。近いんです。平らついにトップに立ちました。15周年ようやくトップに来た。さあ、平らだっていう時にこの平ら選手の転倒なんですよね。平ら転倒で、ゴーサーキット。伊藤がびっくりしましたね。そして前の平良選手が転倒してしまいましたので、そのまま伊藤選手が行きました。初優勝です。それからこのレースでは岩橋選手、藤本選手頑張りましたね。頑張りました。3位優勝ですね。でこの時藤原選手5位まで落ちたんですけどもね、それでもまだ藤原選手はね、随分ランキングがトップをキープしてるんですね。そうですね、ちょっと本調子じゃなかったもんですからね、平良さんがぐんぐん追い上げてきて、で抜かれてついていって、もう苦しかったですね。表彰台、地元での表彰台でした。藤原がどこでこれがないという雰囲気では、予選決勝型のホールは一方いいスタートちょっとこう、それがね、ランキングトップをキープしてるんですけども、どんどんこう繋がれてる藤原選手、ここでこう、また早出しが走りが生まれるんですね。今シーズンは前半戦、筑波強かったんですよね。アイスサイドね、そして町井選手もシーズン前半は元気でしたよね。4位ときたんですね。徐々に調子を上げましてね、こうトップの藤原選手どんどん迫ってるんですよね、もう抜くのは、捉えるのはもう時間の問題という感じまで、追いつくんですよね。さあ、いい残った町井、いい取れない、どんどん追い上げてここまで近づいたんですよね。根性でかぶさった。若山さん、つまりどの辺でいきそうですか。ここで白沼町仕掛けた。マジ！マジ！どうだ！今シーズン2勝目だ。マチ選手はこの後ちょっとね、調子が出なくなっちゃうんですけど、これをきっかけにしますね。藤原がトップでチェッカーを。それだけに悔やまれますね。はい。でもこの時点でね、藤原選手はね、ランキングずっとこうトップをキープしてるんですけどもね、はい、再びこの第4戦で優勝したことによってね、やはり彼自身これは今年もやるんじゃないかなと、そういう印象をつけましたね。はい、ピーター・ゴダード選手もランキング3位といいますか、同時ポイント同じポイントで2位つけています。マシンはちょっとお借りしまして、マシンは来ていますが本人は、お国の方に帰っております。さて、この前半戦を振り返りましていかがですか。はい、そうですね、もう、優勝者が、3人出てるわけですかね、ですからね、これ波乱に満ちたシーズンになるかなと同時にね、今申しましたように4戦で藤原が優勝したんでね、やはり藤原選手は今年は強さを見せるんじゃないかなと、まあ、そういう印象ありましたね。そうですか、しかし、伊藤選手、それからピーター・ゴダード選手、この辺のこう上下からの突き上げというのはどうでしたか。ですからね、これ波乱に満ちたシーズンになるかなと同時にね、今申しましたように4戦で藤原が優勝したんでね、やはり藤原選手は今年は強さを見せるんじゃないかなと、まあ、そういう印象ありましたね。そうですか、しかし、伊藤選手、それからピーター・ゴダード選手、この辺のこう上下からの突き上げというのはどうでした。やはりね、僕この時点ではまだね、それほど印象にないんですね。無難には走ってるなっていう感じはしたんですけどもね、やはりまだまだ、全日本のトップとの差はあるなと、そういう印象はありましたね。そして今シーズン新しく参戦しました、新しい500のメンバーたちはどうでした。そうですね、岩橋、昨年の F1 のチャンピオンですね、彼は一度優勝経験もあるんですけどもね、さすがという走りでしたね。わかりました。さあ、それでは見どころまだまだ満載しています。それでは後半戦、ダイジェストでご覧いただきましょう。